JAS0024 リンゴジュース中のプロシアニジン類の定量高速液体クロマトグラフ法は独立行政法人農林水産消費安全技術センターファミックの申し出により制定された日本農林規格です。この規格は農研機構が開発した特許登録されている方法をもとにファミックが制定に向けた検討を行いました。ご使用の際は次の特許権にご留意ください。プロシアニジン類はリンゴに多く含まれているポリフェノールの一種で、カテキンやエピカテキンの構造が複数つながった化合物です。抗酸化作用や内臓脂肪を減らすなどの作用が報告されています。この方法は抽出効率の良い比率で飼料に溶媒を加えるだけの簡便な抽出方法となっています。また複数存在するプロシアニジン類を短時間のうちに一つのピークとして検出する HPLC 条件を採用しているため、定量も簡便に行えます。全体の流れはこの図の通りです。では、早速やってみましょう。この JAS では、常温のストレートリンゴジュースを試験用飼料とします。まずプロシアニジン類を抽出します。よく振り混ぜた試験用飼料 2ml を全量ピペットを用いて10ミリリットル用全量フラスコに測り取ります。小容量の全量フラスコは倒れやすいので転倒防止シートを使用するなどして注意して取り扱いましょう。続いてアセトン7ミリリットルを加えます。 L アスコルビン酸含有酢酸水溶液を氷泉まで加えて低溶し、振り混ぜます。L アスコルビン酸は酸化防止剤です。これをメンブランフィルターでろ過し、飼料抽出物とします。飼料抽出物は保存せず、調整した日に HPLC 測定を行います。検量専用の標準液の調整に移ります。この方法ではプロシアニジン B2 を標準物質としてプロシアニジン類を定量します。純度の明らかなプロシアニジン B2 試薬を L アスコルビン酸含有アセトン酢酸水混合液で溶解します。これを測定飼料の濃度帯に合わせて希釈します。この例では必要な濃度範囲の中でなるべく均等な間隔となるように濃度を調整しました。各標準液の濃度はプロシアニジン B2 の純度から計算しておきます。HPLC 装置の条件設定に移ります。カラムは次のようなものを用います。 HPLC 装置の条件は次のように設定します。溶出条件は JAS の中ではこのように規定されています。実際の設定例を次から示します。この規格では A
B の2種類の移動層を用います。移動層 A はアセトニトリルと酢酸の混合液です。移動層 B はメタノール、酢酸、水の混合液です。まず、肥料抽出物の注入から1から 1.5 分間は移動層 A について 93%、 移動層 B について 7% とします。その後、即座に移動層 B の比率を高くし、残りの成分を溶出することで迅速な測定が可能となります。成分溶出の完了後、最初の組成に戻してベースラインを安定化させます。このようにカテキンまたはエピカテキンとクロシアニジン類のピークとが分離するような条件を設定してください。測定を開始します。あらかじめ全体のシステムを安定化させ、設定した条件で作動させた際、ベースラインの変動がクロシアニジン類の測定に支障がないことを確認します。一連の標準液を注入し、続いて標準液と同じ量の飼料抽出物を注入します。ここでは飼料を測定した後に標準液を測定して、測定中の感度の変動を確認しています。得られたクロマトグラムを確認し、標準液のクロシアニジン B2 の保持時間と一致した連続して現れる一連のピークをクロシアニジン類のものとします。クロシアニジン類の含有量を算出します。試験用飼料中のクロシアニジン類の濃度ρ は、飼料抽出物中のクロシアニジン類の濃度ρS に、抽出時の定量量 V をかけ、試験用飼料採取量 VS で割ることで求めます。例えば、飼料抽出物中のクロシアニジン類の濃度が20マイクログラムパーミリリットルの時、定用時の定用量は10ミリリットル、試験用飼料採取量は2ミリリットルですので、試験用飼料中のクロシアニジン類は100マイクログラムパーミリリットル、これをリットルあたりに直すと100ミリグラムパーリットルとなります。ご紹介した通り、この方法は前処理操作が簡便であり、短時間で HPLC 測定ができます。ぜひご活用ください。